ラピスタ新橋にお越しの皆様、そしてラピスタ新橋 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ラピスタ新橋オリジナルお楽しみインタビュー進行させていただきます工藤和子です。よろしくお願いいたします。最近は私もなかなかラピスタの方に行かせていただくことがなくなってしまって、ちょっとイベントがなくて残念なんですけれども、最近 YouTube チャンネルとか、あとは競輪場での中継なども引き続き担当させていただいております。またね、イベントが復活したらラピスタにも行きたいなと思っていますけれども、さて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、様々なイベントが各地で各場で制限させられています。オンラインではありますけれども、日頃活躍する選手へのインタビューを企画することができました。そして今回はなんとガールズグランプリ2021を制しました高木真備選手が登場してくれるんですよ。それでは高木真備選手にご登場いただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはグランプリ2021優勝おめでとうございました。ありがとうございました。いや、もう圧巻でしたねありがとうございます。もうなんか年々メンバーが強くなってきて、新しい子も入ってくる中で、あのメンバーでの優勝、まずは率直な感想いかがでしょうか。そうですね、もうやっぱりグランプリでの優勝だけを目指して競輪やってた感じだったので、もうようやく目標を達成できて、すごくもう嬉しいっていう気持ちでいっぱいでした。はい、ね、グランプリからまあしばらく時間がありました。まだまだ余韻は残っていると思うんですけれども、近況はどうでしょうか。そうですね、でもグランプリ終わってからもあっという間に年が明けて、また新しい1年が始まっているので、はい、そうですね、なかなか心がまだついていけてない部分もあるんですけど、はい、また2022年もいい1年だったなって思えるように頑張りたいなと思っています。では早速、その年末の大舞台の競輪グランプリの振り返りから伺っていきたいんですけれども、はい、まずゴールをした瞬間は率直なお気持ちどうでしたかなんか普段はそんなことないんですけど、なんか本当に私これ一着かなって急になんか不安になってうん、うん、なんか本当だったらすぐガッツポーズとかしたかったし、そういうイメージしてたのに、ちょっとまず一回モニターを確認するっていう、はい、感じでした。じゃあモニターで優勝の着信があった時はどんなお気持ちでした。はい、わあ、もうやったっていう、うん、なんかシンプルな気持ちでした。そして優勝の報告は一番最初にどなたにされたんですか。そうですね、まず家族と、あとやっぱり一番練習でお世話になってたのは選手の高木貴博さんなので、連絡しました。最近は平塚の方でも練習をされてるっていうことですか。ちょっとコロナウイルスの関係とかあって他県にはあまりお邪魔できなくなったんですけど、うん、平塚の方にもお世話になった時もありましたし、うんうん、あとは立川競輪場とか慶応学競輪場にも、でも一緒に練習させてもらってました。グランプリは高木貴博選手からはどう戦うようにってアドバイスありました。そうですね、まあ、いくつかこういう展開になったらこうしようっていうふうに、まあ、いろいろ相談に乗ってもらってたんですけど、まあ、以前のグランプリはいろいろ戦法考えすぎて、逆に本番で自分が何やったらいいかわからないっていうことが多かったので、今回はある程度、まあ、決め打ちって言ったらあれですけど、うん、もうシンプルに考えていきなさいっていうことでやりました。真備選手、レースは小林優香選手の選考が意外だったということなんですけれども、はい、どの選手が選考するって考えてたんですかそうですね、まあやっぱり一番若かった尾形真央ちゃんとかが行くのかなっていうのはありましたね。はい、そして今回でグランプリ、ガールズグランプリ出場は4回目だったんですけれども、過去3回と比べてレースへの望み方とか違った部分はありましたか。
もうなんか今までは勝ちたいっていう気持ちが強すぎちゃって空回りしてしまってる感じがあったので、今年はその気持ちを抑えるっていう方を自分なりに頑張りました。そして、ついに念願の女王に輝いたわけですけれども昨年1年振り返って改めてどんな1年でしたか？そうですね、グランプリが決まるまでの11月の競輪祭までっていうのはビッグレースでも結果を残せずにいましたし、賞金ランキングでもなかなか上位にいられなかったので、そこまでっていうのはすごくいい1年だったなと思える感じではなかったんですけど、でも最後に一番の目標が達成できたので、まあ、競輪やってきて一番いい1年になったんじゃないかなと思ってます。そうすると今年はまた気持ちも新たにまた新しい目標に向かっていきたいですよね。そうですね、今後はまた新しい目標を見つけて自分なりにいい1年にできるように頑張りたいなと思ってます。それではここでファンの方から真備選手にいろいろと質問をいただいているので、はい、ちょっと質問させていただいてよろしいですか？はい、お願いします。お願いします。まずレースについてなんですけど、はい、レースの前には何を考えてますか？そうですね、今回のレースで自分がやりたいことっていうのをはっきりさせておこうと思って、今回は先行したいのか、まくってみたいのか、そういうのを相手のメンバーを見ながら考えてます。はい。では続いての質問です。今までで一番嬉しかった声援はありますか？はい、声援は、でもやっぱり名前が聞こえると一番嬉しいですね。なんか私のことを応援してくれてるのかなと思って、はい、名前を聞くのが一番嬉しいですかね。はい、前私が優勝インタビューさせていただいた時も、はい、もうみんな真備ちゃん、はい、真備ちゃんって大変でしたね。いや、もう嬉しいですね、やっぱり。はい、では続いての質問です。はい、ガールズグランプリでの優勝賞金の使い道は考えていますか？あとは何かもうすでに使ったんですか？はい、そうですね、なんかあんまり私物欲がなくて、なんかすごく欲しいって思うものがなんか服とか物にも疎くてあんまりないので、そうですね、でもとりあえずすぐにやったのは優勝したらプレゼント企画をやりたいってずっと思ってて、なのでそれの支払いをしました。素晴らしい。あとはじゃあしっかり貯蓄と、そうですね、何かやりたいことができた時のために貯めました。はい、資産運用なんて考えてないですか？そうですね、いろんな選手の方から聞いてそういうのもいろいろ勉強していかなきゃいけないなと思います。トカちゃん、高木選手もそういう話を聞かないですか？そうですね、高木さんもいろいろ詳しいので、はい、もうそういう面でも教えてもらってます。はい、彼も不動産から何かいろいろやられてますからね。そうですね、はい、はい、続いての質問、好きなスイーツ、食べ物、飲み物は何ですか？飲み物はもう炭酸のジュースが一番好きなので、はい、飲んじゃうガブガブ。結構もうレース終わった後とか練習の後とかはもう飲みたくてしょうがないです。まあ普通にコーラとか、コーラとかシーシーレモンが一番好きですね、私は。似合います、似合います。本当ですか？食べ物どうですか？食べ物、食べ物はスイーツとかケーキとかっていうよりお菓子が好きなので、スナック菓子みたいなポテトチップスとかを食べたり、あとクッキーみたいなのと甘いのとしょっぱいのを準備して交互に食べるのが一番好きですね。
両方ね、こう甘い辛い甘い食べる、はい、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、では続いての質問です。はい、日々の体調管理やコンディションの維持などで気をつけていることはありますか？私が特に気をつけてるのは、もう冷やさないっていうことを最近は気をつけてて、もうなんかすぐ冷えるじゃないですか、寒くて、なのでもう靴下とか、今まではくるぶしソックスみたいなの履いてたんですけど、やめてなんかちょっと毛糸みたいなのにしたり、膝とか腰とか冷やさないようにっていうのをすごい気をつけてます。ニックネームのマキビームの名付け親は誰ですか？小林莉子さんですね。これはもう莉子ちゃんなんですね。はい、まだデビューしてすぐくらいの時にやらされて、それを取られてて、莉子さんの携帯で、で、うん、拡散されたっていうのが始まりですね。はい、まあ、莉子ちゃんとのタッグもグランプリ最高でしたね。そうですね、ゴール前もうシャリが見えてたので抜かれちゃうかなと思ったんですけど、なんとか振り切れてよかったです。さあ、続いてマキビ選手にメッセージをいただいているんですけれども、メッセージカードで一言、はい、ファンからの一言というのがありますので見ていきましょう。はい、まずはこちら。グランプリ優勝おめでとうございます。車検は外しましたが、はい、応援しておりましたので嬉しいニュースでした。いや、嬉しいですね。なんか喜んでいただけるのが一番嬉しいので、はい、ありがとうございます。いや、本当に今回の優勝やびっくりでしたよ。本当に嬉しかったと思います。いや、もうすごい嬉しかった。もうなんか、ツイッターでもなんか泣いてくださった方とかいらっしゃったみたいで、うんうんうん、もうなんかすごい良かったって思いました。嬉しかったです。はい、では続いてのファンの皆様からの一言。毎年オールスターに投票してます、うん、ありがとうございます。これはもうずっとお願いしますですね。はい、しもうオールスターってもう私の原点みたいなもので、初めてコレクションに出させてもらえたのもオールスターだったし、はい、初めてビッグレース優勝できたのもオールスターで、もう本当に自分の力で出られるレースじゃないので、はい、もう感謝しかないですね。本当にありがとうございます。必ず3連単の頭で買っています。今は無理ですが、ラピスタ新橋にゲストとして来てほしいです、うん、これからも応援しています。あ、ありがとうございます。はい、オールスター優勝した時にラピスタ新橋さんに行かせていただいたことあるんですけど、それ以降は全然ないので、またコロナが落ち着いたら呼んでいただけたら嬉しいです。ファンの皆様からの一言ご紹介させていただきました。ありがとうございました。グランプリの時ってちょっと私静岡に行けなかったんですけど、はい、今回は副賞があったんですか？そうですね、はい、あのオッツパークさんからレクサスをいただきました。エクサス、はい、そういえば児玉葵選手もレクサスいただいて、うん、はい、でなんかあのスポーツタイプに変えてもらったっていうふうに言ってましたけれども、うんうんうん、はい、そうですね、私は今自分の車一応あるので、あの両親にプレゼントしました。すごい素敵、さすがです。ご両親はあのまずは競輪選手になってなることに関しては最初どんなふうに言ってたんですか？そうですね、あの母は最初に勧めてくれたのが母だったので、まあいいんじゃないみたいな、結構乗り気な感じで押してくれたんですけど、うんうん、まあ、最初父は、まあ、高校を卒業した時だったので、まあ、大学に進学してからでも遅くないんじゃないかっていうのは言われたんですけれども、はい、でも説得して今ではあのすごい2人ともずっと応援してくれてます。
やっぱりその頂点に立つには相当もちろん努力もそうですし、その性格も負けず嫌いじゃないとなかなか勝てないと思うんですけど、うん、そういったその、はい、まあ、強さ、メンタルの強さっていうのは昔から？いやすごい負けず嫌いではあったんですけど、でも全然メンタルは強くなくて、もうすごい浮き沈みもあるし、もうここ一番の時に発揮できなかったり、いろいろ悩んだんですけど、でもいろいろなんかメンタルトレーニングとかも勉強したりして、はい、まあ、自分が一番を一番で発揮できるにはどうしたらいいのかなっていうのは、もうここ数年はずっと考えてやってきました。よく検車場とかでこう見かけると、すごくこう音楽聴きながら集中して、まあ、セッティングいじったりとかいろんなことしてますよね、はいはい、こうみんなのことこう見ないでというか、はい、あれっていうのはどんな感じなんですか？いや、もう基本なんか私は結構仲いい人とかとふざけたいし、もう遊びたいしみたいな性格なので、でもデビューしてからやっぱりやるときは集中しないといけないっていうふうに思って、で、まあ、自分なりに見つけたやり方が、そのもうやるっていうスイッチの入れ方を音楽聴いて、でもう自分の今からやるぞっていうスイッチを入れるように意識してやってはいました、うん、音楽はどんな音楽なんですか？いや、結構いろいろその時々によって違うんですけど、結構テンポのいい音楽聴くとこう乗ってくる感じがあるので、うん、ワニマさんの曲とか聞いたりしてました、うん、今の、まあ、ガールズのメンバー選手、もちろんね、児玉葵選手がこういて、まあ、そこに向かってってやってきたと思うんですけど、ぶっちゃけ児玉葵選手ってマキビちゃんから見るとどんな存在ですか？葵ちゃんはもうやっぱなんか天才という感じ、私からしたらもうそういう感じですし、なんかなんですかね、でも私のモチベーションにもなったりするので、葵ちゃんがすごいいいタイムで乗ってたら私も頑張りたいっていうか、そういう風になりたいっていう風に思えたりするので、そうやってね、ずっとなんか最前線でやってるのってすごいプレッシャーもあって大変だと思うんですけど、すごいなって、はい、思ってます。あのメンバーで、そして児玉葵選手の連覇も食い止めた、これも大きかったですよね、うん、そうですね、もうやっぱり最高のメンバーの中で勝てたっていうのは自分の中でも一番嬉しかったです。男の選手の中でもこうこの選手の戦法いいなとか、うん、こういう戦法かっこいいなってあります、はい、でも私はオールラウンダーになりたいので、まあ、先行だったらもう例えば秋元さんとか深谷さんのレースすごいなと思いますし、まくりだったらやっぱり同期の清水くんとかやっぱ同級生なので、うんうんうん、もうその年齢でああやってトップにいるのすごいなと思いますし、とかもう全部のなんか戦法で、この方はこれがすごいな、この方はこれがすごいなみたいな感じで、うん、はい、思ってます。男子のレースを見ていても参考にはなるわけですね。ああ、もうなりまくってます。マキビ選手にはたくさんいろいろとお話伺ってきましたけれども、まあ、今年そして今後の目標っていうのを改めて教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、でも正直今までもう10年近く競輪始めた時からグランプリで優勝したいっていうのが一番の目標だったので、今すぐにはそれを超えるような目標がまだ見つかってないっていうのが現状なんですけど、はい、でもやっぱりレースに出るからにはお客様の車検に貢献したいっていうのは一番ありますし、まあ、負けず嫌いなのでやっぱり負けるのは悔しいので、またしっかりレースを走りつつ自分が目指したい目標を見つけていけるように頑張りたいと思ってます。
さあ、そして今回せっかく巻美選手に登場していただいたということで、プレゼント企画をご用意いたしましたのでご紹介させていただきます。巻美選手のサイン入りカード、そしてガールズ競輪のカレンダーを21名の方にプレゼントさせていただきます。応募の方法ですけれども、館内にあります応募用紙があります。そちらの方に必要事項を明記の上ご応募ください。また YouTube をご覧の皆様、 YouTube の概要欄の URL からご応募いただけます。こちらの締め切りが2月28日となっています。また新型コロナウイルスの関係で、締め切りと企画の内容が変更になることもありますのでご了承ください。ということで、今回は高木真備選手にいろいろとお話を伺ってきました。改めてガールズ競輪の女王おめでとうございます。そしてこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では最後に改めてファンの皆様に一言お願いします。はい、やっと目標だったグランプリで優勝できて、皆さんに喜んでいただけてすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。これからもガールズ競輪を盛り上げていけるように頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。高木真備選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。